今日も富士急行鉄道チャンネルをご利用くださいましてありがとうございます。今回は何かと話題の117系、普段走ることのない大和汽船を走る117系の動画をお送りします。本日117系 SG003 編成が吹田へ改装されました。昨年に105系とともに新鋭227系1000番台にその任を引き継ぎ、和歌山線紀勢本線から引退した117系、長らく留置されていた新在家から吹田への廃車改装でした。柏原駅で221系大和路快速に道を譲り出発です。ゆっくりと西一番踏切を通過し、吹田を目指します。普段、大和汽船を走ることのない117系ですが、似合いますよね。何度も走り慣れた線路のように、これまた国鉄時代の車両201系と挨拶を交わします。このね、201系も大阪東線開業ラッピング八尾市制70周年のヘッドマークをつけて走ってた大和汽船で最初に床下グレーとなった ND614 編成が花を添えてくれました。それでは大和汽船を走った117系を紹介していきます。まずは当時まだ残っていた阪和貨物線のレールサビ取り列車を紹介します。2001年から2004年頃の映像になります。当時ね、阪急沿線の住民から大和汽船沿線へ引っ越してきた頃、103系221系オンリーの大和汽船に117系が走っているのを見ました。初めて見たのはね、オーシャン色の117系やったと思います。ツイッターなどね、まだこの世になかった時代、それが阪和貨物線のレールサビ取り列車であることが分かるまで少し時間を要しました。確かね、休日ダイヤの運転で朝和歌山線で登ってきた117系が昼前に王子を出発し、旧法寺から阪和貨物線を往復して王子へ帰る運用だったと思います。当時ね、阪和貨物線がまだ残っていて、定期列車洗い物の旧法寺杉本町間はレールでつながっていました。運転されたカラーは様々で、オーシャン色や福知山染色、原色など様々なものでした。今だとね、とんでもない騒ぎになりそうですが、当時の117系は東海道山陽線からは撤退したものの、まだまだ普通に見ることができた時代で、現在の宮古路快速の前身、奈良線の快速電車にも117系が使用されていました。次は117系を使用した大和汽船の臨時列車を紹介します。新大阪駅から梅田貨物線、大阪環状線、大和汽船を通って奈良まで運転された奈良歴史探訪号です。2003年11月8日にこの列車に乗車しました。その頃はね、動画を撮る習慣もなく静止画で記録していましたが、これをね、今から順にご覧いただきます。奈良歴史キャンペーンのヘッドマークを掲げた福知山染色の117系6両編成で運転されていました。117系といえば、つま面の木目調のこの化粧板と茶色のクロスシートがその品位の高さを感じさせてくれます。扉横のロングシートは福知山線の通勤ラッシュに貢献した300番台の証でもあります。新大阪駅を出発した列車は梅田貨物線を走ります。福
島上昇橋踏切を渡り環状線に入っていきます。大和路線に入り柏原高井田と通過、県境の亀の瀬へ向けて走ります。王子駅に到着。近鉄橿原線の下をくぐって高架されていない地上時代の奈良駅に到着しました。最後に大和路線を走った修学旅行林を紹介します。まあね、修学旅行かどうかまではわからないんですけども、小学生ぐらいの児童を乗せて奈良まで運転された列車です。通常奈良線を経由して奈良駅まで運転されますが、奈良線内、確か桃山駅だったと思うんですが、工事の関係で臨時列車の設定ができず、大和路線経由で運転された期間がありました。その臨時列車に使用されたのが向こう町の117系でした。このように見てますと、意外と117系と大和路線のつながりはあるんですよね。震災家の117系は残る1本、寂しくはなりますが、117系の面影を残すウエストエクスプレス銀河がこれからも走り続けてくれることはただただ嬉しい限りです。それではこの辺で動画終了いたします。ひで急行チャンネルではご視聴の皆様からのコメントや評価、チャンネル登録をお待ちしております。特にチャンネル登録においてはモチベーションを高める励みにもなりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。チャンネル登録は画面中央の丸い枠をタップするだけです。ありがとうございました。